マグノリア。そう、この町の名前の由来になった花よ。よかった、今がちょうどシーズンだったみたいね。へえ、マグノリアって白い花だったんだ。よく知ってたね、ルーシー。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし、よいしょっと。帰ってきたぞ。スティング、頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じマグノリアって名前なんだ。へえ、そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃ、ありがたくもらうよ。いただきます。花を食った。スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか、食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃん、マグノリア。ありがとう、二人とも。そっか、それよかった。まあ、喜んでくれたなら探した甲斐があるわ。ルーシーさん、あんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだ。いきなり何？ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪乃、その様子だともしかしてギルドに？はい、マスターの計らいでまたセイバートゥースに戻ることができました。雪乃、マスターはやめろって言ってるだろ。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティング様。そっか、よかったじゃない。それで私に手伝ってほしい仕事って？こいつだ。遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡にははるか昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのです。できればそれを探してほしいと。雪乃がその鍵に興味があるらしくてな。精霊の鍵？なるほど、それで私に。いいわよ、手伝ってあげる。ありがとうございます、ルーシー様。じゃあよろしく頼むよ、ルーシーさん。よし、それじゃあ出発だ。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹ね。主目的は遺跡の調査ということでしたから、調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと。俺文章苦手だから、そこはルーシーさんに任せるよ。ルーシーさんって趣味で小説書いたりするんだろ？誰から聞いたの？って聞くまでもないか。夏ね。というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけね。バレたか。頼りにしてるよ、ルーシー様。私もお手伝いしますから。まあ頼りにされるのは悪い気はしないけどね。さ、行きましょう。ルーシー様、どこ行こうかな。
ここにしましょう。遺跡はこの先です。遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き締めていきましょう。モンスターにまで様付けしなくても、調査であんま力になれねえ分、戦う方は俺に任せてくれよ。近づくモンスターは俺がぶっ飛ばす。そう、例えばあいつみたいな。モンスター?あっ、雪乃、大丈夫か？はい、私は大丈夫です。私の鍵が。あいつ、雪乃の鍵を取っていったのね。私はまた鍵を。ごめんなさい、精霊のみんな。あいつ遺跡の方に逃げていったな。ちょうどいい、取り返しに行くぞ。雪乃、俺のそばから離れるなよ。はい。ごめんなさい。雪乃、今のうちだぜ。よし、開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター、白竜のホーリープレス。よし、なかなかやるでしょ。ここが依頼にあった遺跡。雪乃の鍵を取ったモンスターはどこへ逃げたのかしら。あっちの方だな。さすがドラゴンスレイヤー、モンスターの匂いがわかるのね。いや、鍵についた雪乃の匂いだ。私、そんなに匂うでしょうか。いや、そんなことはねえぞ。あっちですね。私、見てきます。あ、おい雪乃、待てって。おい、雪乃、どうした。モンスターがこんなに。もしかして雪乃の鍵を取ったやつの仲間。おい、てめえら、俺の大事な仲間に手出すんじゃねえ。雪乃は俺が守る。スティング様、かかってこい。一匹残らず倒してやるからよ。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。星々の支配者、
アスペクトは完全なり。アラブル門を開放せよ。全天88点ブラノメトリア。白竜の方向、片付いたか。スティング様、ありがとうございます。ちょっとお前、どうしたんだよ。泣くな、泣くなって。だって嬉しくて、私を守るって、大事な仲間だって言ってくださって。雪乃は、ああ、俺はギルドを一から作り直す、仲間を大切にするギルドにするって決めたんだ。だからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける。私、セイバートゥースに戻れて本当に良かったです。こっちこそ、お前が戻ってきてくれて本当に良かったよ。あは、私はお邪魔みたいね。あ、ルーシー様、どうかされましたか。鍵あったよ。取られちゃってた雪乃の鍵。よかった、みんな無事です。よかったな。で、なんか鍵の本数が増えてねえか。この一本は私の鍵ではありません。ことは、それが依頼にあった遺跡に眠る鍵？見せて！ずいぶんボロい鍵だな。そんなんで本当に精霊が呼べるのか？ああ、ダメみたい。これ完全に魔力を失っちゃってるわ。ってことは、ただのガラクタってことか。ああ、骨折り損だったか。いえ、本来の目的は遺跡の調査ですから。依頼者様のためにしっかり調査してレポートにまとめましょう。行こうかな。ここにしましょう。さて、次はと。ただいま。ルーシー様、お疲れ様でした。手伝ってくださり本当にありがとうございます。いいのいいの、私なんて大したことしてないし。いえ、依頼者様の非常に読みやすいレポートだと褒めていらっしゃいました。ルーシー様は素晴らしいと思います。ありがとう。でも鍵のことは残念だったね。もう力を失ってたなんて。いい、私はいいんです。もっと大切なものをもらいましたから。お、
どうした雪乃、俺の顔に何かついてるか。いえ、何でもありません。じゃ、俺たちはそろそろ帰るわ。ルーシーさん、手伝ってくれてありがとな。また会いましょう。マスター・スティング、調子はどうだ？エルザさん、こんにちは。マスター、やめてください。なんだかくすぐったくて。恥ずかしがることはあるまい。名誉なことなのだから。それより、セイバートゥースの活躍は耳に入っているぞ。これも新マスターのおかげか。俺はまだまだです。仲間に支えてもらってばかりで。でも、そう言ってもらえるなんて、お世辞でも嬉しいですよ。お世辞なものか、本心だよ。それで今日は何の用でうちのギルドに？夏さんに会いに来たんだ。今日はマスターとしてじゃなく、一人の魔導士として。そうか、分かった。おい夏、なんだよって、スティングじゃん。夏さん、久しぶり。今日は一つお願いがあってきたんだ。お願い？なんだよ。大魔刀演武の時の借りを返したい。結局最終日は戦えなかったしね。ここでもう一度戦わせてくれ。そういうことか。それなら断る理由はねえ。やろうぜスティング。ああ、行くぜナスさん。クリューの鉄拳。グレンフォーワーテン。オーリーレイ。キャリューのゴー。楽勝楽勝。くそー、負けた負けた。どうだ見たか。やっぱり強えよナスさんは。くそ、俺じゃまだまだ及ばないか。でも大会の時より強くなってるぞ。あの時は1対2でも勝てたけど、今は刺してもギリギリだ。なあ、ナツさん、俺もっと強くなりたいんだ。ギルドのみんなを、仲間を守るために。たまにでいい。ナツさんたちと一緒に戦わせてくれないか。ナツさんやフェアリーテイルからいろいろ勉強させてくれよ。何言ってんだ。そんなの今更だろ。みんなでドラゴンと戦った時から俺たちとっくに仲間だろうが。ありがとう、ナツさん。これからもよろしく頼むよ。ああ、よろしくな、ね。